はい、こんばんは。日曜日の夜です。浜北信氏でパーソナル指導やりまして、今終わったところですけど、今日は昼間ね、社会人野球のジャバ静岡大会を見てまいりました。浜松球場で、予選リーグの今日最終日だったんですけど、ヤマハのゲームを見たいということで行ってまいりました。嬉しいことにヤマハは、まあ、得失点差という形ではありましたけどね、決勝トーナメント、ベスト4ですね、進出しまして、明日、準決決勝が行われ、優勝すれば、日本選手権の出場権が獲得できると思うんでね、ぜひ頑張っていただければと思います。それではね、今日の試合について、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。おし、中手のぶしチャンネル。今日はね、相手は JFE 東日本というね、チームです。私も NTT 東日本さんとか JR 東日本さん知ってるんだけど、名前は知ったんですけど、どんなチームかなと思ってね、ちょっと調べたら、まあ、製鉄関係の会社で、昔のその、川崎製鉄とか、日本鋼管がなんか合併してできた企業のようですね。初めて見たと思うので、興味があったんですけど、もちろんいいチームでしたね。バッティングのね、バットの出る位置がすごくいいチームで、これ結構いいチームだな、バッティングは、とこう思いました。今日はもちろんヤマハについてお話しするんですけど、何についてお話しするかすると、まあ、本当の戦いはなんて言ったって、社会人野球っていうのは都市対抗ですから、都市対抗予選に尽きるんで、それはまあ5月下旬から6月にかけて始まりますんで、そちらはまた足を運ぶとして、この静岡大会っていうのはね、新入部員っていうかね、新人がとかね、若い選手も地元選手いっぱいいますし、出てくるという、そこに楽しみがあります。今日もね、実は静岡県出身の選手結構出ました。一個残念だったのが、私時間の関係で帰った後に、村木君って言ってね、浜松出身で、静岡高校のエースで甲子園に行って、筑波大学に行きまして、それでヤマハに入って数年目、何年か経ちましたけどね、その村木くんも投げたようなんですけど、なかなか私、村木くんの登板と縁がなくって、今回もみそびれてしまいました。ただね、サムネにも載せたけど、ピッチャーが、影西の沢山くん、キャッチャーも影西の大本くん。で、バッターにね、静岡から早稲田行った中澤くん。私と同じ名前の中澤君。で、ショートに相葉君、静子ですね。で、センターに中田君、藤枝明誠。ということで、静岡県高校野球出身の選手がね、私のネット裏からの視界に、ババババッとみんな並んだ瞬間があって、いやー、やっぱ、社会人のリクルートっていうのは全国規模で行われますんでね、もちろん監督さんとかの、学閥っていうのが影響するんですけど、こんだけ静岡県の出身が敵も味方も揃う場面っていうのはなかなかなかったから、非常に静岡大会ならではの、いいところを見せてもらったなと思って、嬉しかったです。今日はまあ、静岡県出身者を中心にお話ししようと思うんですけど、どうかな。まずピッチャーの沢山君、ピッチャーっていうのはね、私の考えですよ。ピッチャーってほとんど片足なんですね。片足、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 ここで両足になって、で投げるときに両足で投げ切ったらまたすぐに反対足で片足、片足の時間が長いのがピッチャーなんです。だから右足から左足の体重移動で、その片足立ちの片足は動いて変わっていくとはいえですね、片足の時間が長いってことと、逆に言えば両足の時間が短い。着地してからギュッと腕を振る。この両足のからの体のさばきっていうかな。両足の部分の動きがちょっとまだ不安定かなっていうふうに見てます。キャッチャーの大本君。5番ですね。まあ川辺君っていう、まあここ数年ヤマハのホームベースを守ってきたキャッチャーがおりますのでね。レギュラーの道はなかなか大変なんだけど、いずれ世代交代がやってきた時に彼が頑張ってもらえれば困ると思うし、
彼が中学校から高校行く時もフレームスだったかな、彼はハマーズボーイズさんのとこにこの名門校が笹に来てるよって噂になったものです。その後駆けにしに行きましてね、当時は今袋井高校にいる木村先生が監督でしたね。その後大学に関西の方に行きましてヤマハに戻ってきたと。今日はね、投げるピッチャー先発の近藤君も含めて 逆球も多かったし、リードするキャッチャーとしては結構大変だったと思うけど、社会人っていうのはある程度投げれる人たちの戦いになるから、やっぱりキャッチャーの力量っていうのがすごく大事になってくると思うんで、その辺の部分期待しております。ただ持ってるムードも明るいし、まあ、バッティングもね、5番キャッチャーっていうのは社会人、まあ、高校野球じゃないですからね、社会人の5番キャッチャーっていうことですから、バッティングも期待されると思います。打てるキャッチャーっていうのは魅力です。私もすごくつくつく思うんだけど、インサイドワークっていうのはいいバッターになるからこそ、このカウントでこれを投げられたら困るんだってことが分かってくるわけで、やっぱりバッティングの悪いキャッチャーって限界があるかなって思う部分もあるんで、そういう点では彼は5番を打てるような、クリーンアップを打てるようなキャッチャーっていうことですから、そういうインサイドワークのね、勉強も今後していくんでしょうけど、自分がいいバッターになることによって研ぎ澄まされていく部分、そこに期待しております。ショートの相葉君、守備はね、本当に上手ですね。彼はあとはバッティングだと思います。高校時代にもね、指導者の方からバッティングよくしたいですっていうことをよく聞いて、ネット裏で見て私が言ったら、後ろから見ててどう感じますかなんて聞かれたこともありました。この子はバッティング、高2の夏終わった段階でね、この子は打てるようになることがプロにつながるから頑張ってバッティングを教えてやってくれっていうことを言ったようことを覚えてますが、社会人も2年目なのかな、彼は。体つきはしっかりしましたね。しかしちょっとバッティング、やっぱりレベルの高い野球に対応していくためにいろいろこう指導されたり工夫してるんでしょうけど、ちょっと体の使い方が以前彼が持ってた部分と今変えているのかな、変わってきてるんだろうと思うけど、ちょっとこう苦しそうに打つなというのが私の印象です。センターの中田君っていうのかな、彼はね、私が、昔携わって今東邦ガスのエースですね、それこそ決勝リーグに残ってるようですけど、辻元君っていうね、岩田東中学から雫を行って駒沢へ行った、そして現在東邦ガスにいる辻元が、駒沢の時代にリーグ戦を見に行った時に中央大学の1年生で入ってきて、辻元から確かホームランを打ったんですよね。その時何にも認識してなかったんだけど、後で考えるとそれが藤枝明誠から言った中田君、それを藤枝明誠の指導者に、聞いて、あ、これ明誠出身のバッターなのか、いいバッターだったねっていうことで、その時から私彼を意識したっていうか覚えてたんですけど、なんとヤマハに入ったと聞いてね、で今日も凡打が多かったですけど、やっぱり触れるいいものを持ってますね。今9番バッターですけど、だんだん、年が増すにつれていずれはヤマハの中軸を打つバッターになっていってほしいなと思わせる、いいものを持った選手でした。そんなとこかな。いろんな選手見たですけど、今日は野球の試合を置いといて、そういう、静岡の高校野球をかつて盛り上げた子たちが、また大学を経て静岡に戻ってきて、社会人、地元の社会人の選手として活躍するっていう、ここにすごく喜びを感じるし、見てるものとして応援したくなります。やっぱり高校野球を見てきた者にとっては、あの選手が山の選手になって戻ってきたのかっていうのはすごく嬉しいし、できればプロをそこから目指してほしいし、そんな思いでいっぱいです。渡辺さんに元西武理事のお孫さんお二人です。渡辺さんは山賀野球部の監督も務められました。おお。まとまりのない話になりましたが、静岡の高校野球のファンの方、ぜひね、時間がありましたら、社会人野球
に進んだ、元高校球児の活躍も見ていただきたいと思います。それにね、大学野球も今春季リーグ戦始まってます。新聞発表もされたんで話しますけど、昔の静岡高校監督で春夏連続で甲子園に行った、そして、まあ、最後は浜松商業で監督、そして退職前は部長された鈴木義満先生が、常葉大学の浜松キャンパスのね、今助監督になられたということで、高校野球の指導者が、大学野球、地元の大学のね、指導にこう転身されるということで、これもまた楽しいことです。高校野球で終わりじゃないですね、野球は。大学、社会人の、上で続けていく子たちの、その後もぜひ追っていただきたいし、できれば地元でそのまま活躍する子が増えてくると、私も静岡大学リーグも盛り上がると思うし、山浜も盛り上がると思います。はい、そういう点で、高校野球だけでなく、大学社会人野球も私今後今年も追っていきたいと思いますので、レポートさせていただきたいと思います。はい、じゃあ本日は以上になります。また都市対抗野球でヤマハ追いかけたいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いします。失礼します。土曜日水曜日は柿柄残し、いい、うん、いい、左ビュン、よし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 。今ぐらいだね。そうだね。これ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 。